はい、どうもレインチャンネルです。今日僕が撮影してるのって10月4日の金曜日なんですけど、外が蒸し暑いっすね。なのでちょっと半袖スタイルで申し訳ないですけど、一応エアコンつけてるんですけど、なんか秋物着るほど涼しくないんで、ちょっとそこはご了承ください。で、増税したじゃないですか。で、結構ダメージあんのかなと思ったら、思いのほかダメージあんまないような感じがするんですよね。多分喫煙者の方が一番ダメージでかいんじゃないかなと思うんですよ。あのタバコが結構でかいんですよね、金額が。なんで、あの喫煙者の方が一番ダメージでかいんじゃないかなと思います。まあ僕も喫煙者なんですけど、やっぱダメージ結構でかいんで、20円値上げはちょっときついですね。でね、まあそんな増税の話は前もちょこっと触れたんで、まあ別にそんなぐちぐち今日そういう話をする動画じゃないんですけど、まあ僕の方も YouTube 始めて2ヶ月経ったみたいな話も前したんですけど、まあもうちょいで3ヶ月経つんですけど、もうちょっとで動画の本数が100本いくんですよね。で、まあ100本って聞くとなんか感慨深いものがあるなとちょっと思うとこがありまして、結構なんかその編集にものすごい時間かかって、毎日寝不足だったりとか、まあ撮影のなんかうまくいかなかったりとか、まあ再生数とかは今もまだ伸びてませんけど、そういうのがあったりとか、ちょっといろいろ思い返すといろんなことがあったなと思うこの頃ですね。まあ未だに僕この部屋からプリズンブレイクできてないんですけど、まあそんな感じでいろいろ思うところはあるんですけど、まあこれからもまああんま変わらずやっていこうかなというふうに思ってます。まあ動画のそのね、クオリティはどん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 上げていきたいとは思ってるんですけど、基本的に僕自体のスタイルはあまり変わらないのかなと思いますね。僕がいきなりね、なんかそんなドッキリとか例えばやりだしても全然面白くないと思うので、今まで通り、まあ、ファッションメインでやっていこうかなっていうふうに思います。まあ皆様の応援よろしくお願いします。今日やりたいのはタイトル通りなんですけど、おすすめの漫画を特集したいと思います。まあ下に今出てると思うんですけど、以前にウェブ小説特集みたいなのをやったと思うんですよ。で、別にあれが好評だったわけじゃないんですけど、まあ漫画をやろうかなと思います。漫画って何気に結構時間潰れるし、結構面白かったりするじゃないですか。僕のおすすめの漫画を紹介していこうかなと思います。まあ僕も読んだことがあるものですね、もちろん、を紹介していこうかなというふうに思います。まあ漫画で言えばね、前に下出てると思いますけど、ぶっこみのタクを読んで、旧車と言われるバイクを、まあ現状価格を調べてみたみたいな動画多分下出てると思うんですけど、やったんですけど、まああれもまあ漫画の影響ですけど、まあぶっこみのタクは今回紹介しないんですけど、ちょっと漫画をちょっとふわっと紹介していこうかなと思います。今ね、電子書籍とかあるんで結構手軽に見れますし、紙媒体で買わなくても見れるんで、結構見れるサイトも多いんじゃないかなと思うんで、ぜひともそちらで見てもらえればと思います。まあなるべく違法ダウンロードはしないようにしていただいて、なんかUNEXT とかでも電子書籍は買えますし、 Amazon プライムとかもありますし、あとはなんかまとめ買いしてもいいと思いますしね、なんかどっかブックオフみたいなとこで買ってもいいと思いますし、まあそんな感じで、あの皆さんちょっと各々で見てもらえれば、つうか見てもらえればっていうか読んでもらえればいいなと思って今回やっていこうかなって思います。で、そんなに点数は多く紹介しないです。一応3点くらいをめどに紹介してきます。で、またちょっと好評だったらもうちょいあれやりますけど、あとネタバレになるんで思いっきし深くはやらないです。この触りだけというかふんわり紹介していきます。で、一発目なんですけど、一発目に紹介したいのは烈火の炎という漫画を紹介したいと思います。ここに多分こうなんかタイトル出るか、画像は多分出してないと思うんですけど、タイトル出てると思うんですけど、烈火の炎っていう、もう結構かなり古い漫画だと思うんですよ。もう10年じゃ聞かないぐらい古い漫画だと思うんですけど、全部で33巻かな、多分出てる漫画になるんですけど、まああらすじといえば、まあその忍者が好きな高校生、まあ男の子の高校生が、まあだいぶ忍者が好きで、こう忍者グッズ集めしたり、こう忍者の真似事をしてたりしてる、まあなんかそこで聞くと結構痛いやつなんですけど、真似をしてる主人公の烈火というのがいて、まあその主人公を軸にいろいろ話がこう動いていくんですけど、その烈火がなんかそのある日、まあ、女の子と出会って、その女の子になんか特殊能力みたいのがついてて、なんか治癒能力みたいのがついてて、怪我を治せる魔法みたいなのを使える女の子と、まあ、偶然出会って、
でその人をなんか主君としてみたいな感じで姫と呼ぶようになるんですよね、主人公の劣化が。そっから話が動き出して、火影忍軍っていう、まあ現実上には実在しない忍者なんですけど、その作中ではその火影忍軍っていうのがいたっていう話になってて、その火影忍軍が力とか体力とかその身体能力に優れてない忍者で、ただ頭はむちゃくちゃよくって、その頭がいいから、このなんかその魔道具という道具をあの生み出して、その道具がもうすごい魔法みたいな感じでなんか変形する武器だったりとか、力が強くなるなんかアイテムだったりとか、まあそういうあのアイテムを作るのに特化したホカゲ忍軍っていうのがいて、まあ、その魔道具をめぐる話になってくるんですよね。まあ、ホカゲ忍軍をその主題とした話なんですけど、そこに恋愛模様だったりとかバトルだったりとか、まあ、笑いあり涙ありみたいな感じの漫画になってます。で結構昔の漫画なんですけど、昔の漫画にしちゃ絵かなり、今見ても漫画絵が綺麗なんで、結構今でも読みやすいんじゃないかなと思います。まあ有名どこで言うと、結構幽々白書とかああいうのとちょっと近いような感じになるのかなとは思うんですよね。なんかあとドラゴンボールとか、まあ、天下一武道会があってみたいな、そういう感じの、まあ、バトルメインの漫画になってますね。でまあそのちょこちょこちょっとお色気シーンとか、その恋愛模様があったりとかっていうする、まあ漫画になりますね。で33巻あるっていう漫画ですね。まあ、ちょっと僕の話は分かりづらいと思うので、ぜひ読んでもらいたいんですけど、あのあんまり話しすぎるとネタバレになっちゃうしみたいな感じで、まあそのなんかその劣化とその姫と呼ばれる柳っていうこの2人をあの中心として、まあ仲間が集まったり敵がいたりとかっていう感じのあの漫画になりますね。まあよくある少年漫画ですよね。まあやってたのも確かマガジンかなんかだったと思うんで、マガジンかサンデーだったと思うんですけど、当時連載したのって、まあ、そういう感じの話で、結構かなり熱く読めるんじゃないかなと思うので、ぜひ読んでみてもらえればなと思います。何気に名作なんですけど、好きな人は好きなんですけど、多分知らない人は知らないと思うんですよね。なのでぜひ読んでみてください。あとパチンコやる人だったら知ってるんじゃないですかね。レッカの方のパチンコあったと思うんで、しかも結構人気あったと思うんで、まあ、ぜひ読んでみてもらえたらなと思います。ただアニメはあんま面白くなかったので漫画をおすすめします。アニメは僕ちょっとこの間見たんですけど、あんま面白くなかったんで、あと絵がやっぱ古いかったんで、あのぜひ漫画を読んでもらう方がいいかなっていうふうに思います。まあ漫画あのアニメから入ってあの漫画に行くんでもいいと思いますけど、まあそこは各々であれなんですけど、まあ1個目はレカの炎ですね。で次になるんですけど、次は2個目はまあラブコメですね。これはマガジンで連載してて、これもかなり古いです。今回古い漫画が多いです。新しいのを紹介しようかなと思ったんですけど、新しいのだったら例えば本屋さんとかに行ったら特設コーナーができてたりとかすると思うんで、目に触れる機会も多いと思うんですけど、古いのって知ろうと思わないと知る機会がないと思うんで、あの古いのを紹介してます。でラブコメです。で最後の1点もラブコメです。であの2個目は鈴鹿という漫画になります。陸上競技をメインにした話なんですよね。主人公が田舎から上京してきて、いいことあるかなみたいなことを言ってるのがまあ始まりで、まあその時に高校の下見に行くんですよね、その上京してきて。で高校の下見行った時に体育館が空いてて、体育館をちょっと覗き込んだら高跳びをしてる女の子がいて、あの陸上の、それがなんかすごいその子が綺麗で、その高飛びしてる姿とか見た目も綺麗で一目惚れをするっていう話なんですよね。でそのやりたいことがない主人公なので、そのままその子とお近づきになりたいみたいな感じで陸上部に入部して、そっからその子と、その高飛びをやってた女の子と、あの陸上とその主人公との話なんですよね。まあ、典型的なラブコメなんですけど、そこにいろいろな登場人物が加わって、ちょっと人間ドラマというか、まあ、三角関係だったりとかいろいろ生まれていくっていう漫画になってます。で18巻本が出てますね確か。
で、まあ結構瀬尾浩二さんっていう作者の方なんですけど、もし鈴鹿を読んでもらった後に君のいる街という漫画もあって、微妙に繋がってるので、もしよければそっからそのまま流れで行ってもらってもいいかなって思います。でね、普段あんまラブコメ読まない男性とかでも結構読めちゃうと思うんで、これぜひおすすめです。今のラブコメとかよりなんかリアルに近いというか、生々しいというか、そういうところが少しあるのかなっていうふうに思います。まあ現実上じゃありえないんですけど、でもなんか今のよくやってるようなラブコメよりはちょっと生々しい感じがあって、なんかリアリティあって面白いんじゃないかなっていうふうに思います。まあまさに青春っていう感じなんですけどね、こうスポーツをして恋愛をしてみたいな青春って感じなんですけど、まあ結構これ面白いんでぜひ読んでみてください。まあ鈴鹿は以上です。まあちなみにその鈴鹿の作者の方の漫画全部絵綺麗なんで、ぜひ見てもらえればと思います。基本的に全部ラブコメ系だと思いますけど、読んでもらえればっていうふうに思います。で、最後はグッドエンディングという漫画になります。で、これなんですけど、これここ最近多分アニメかなんかでドメスティックな彼女っていうアニメやってたと思って知ってる方いらっしゃると思うんですよ。その作者さんの前の作品ですね。そのドメスティックな彼女の一個前の作品になってます。で、これも高校生の男の子がメインで、まあ名前の通りグッドエンディングを目指していくんですよね。まあグッドエンディングを目指していくって言って大々的にこうグッドエンディング目指すぜみたいな感じじゃないんですけど、まあそのすごい綺麗な女の子とのまあメインヒロインとの恋愛模様なんですけど、まあそこに三角関係だったりとかして、ちょっとえぐい三角関係だったりとか、そのメインのヒロインの子がトラウマを負ってて、そのトラウマを克服していくというか、子と一緒にトラウマを克服してでもグッドエンディングを目指すみたいな話なんですよね。まあこのグッドエンディングに関しては結構ふんわりかなり紹介してますけど、全部で16巻出てるんですけど、僕的にはドメスティックな彼女よりは面白いと思うんですけど、まあこれ完結してるので、もしよろしければ見てもらえればって思います。まあ3点紹介しましたけど、どれもまあマガジン系ですね。僕ジャンプはあんま読まないのでマガジン系なんですけど、なんで見てもらえればなと思います。でね、内容的にすごい薄いし、僕の説明が下手だったりすると思うのは申し訳ないですけど、作品自体は普通に面白いと思うので、皆さんぜひ見てもらえればなと思います。で、グッドエンディング以外は基本的にアニメもあるんですよ。まあそっち見てもと思いますけど、僕は漫画の方が面白いと思いますけどね。まあそんな感じで3点紹介しました。で、紹介したアニメのタイトルの方は概要欄の方に載っけときますので、各自で見てもらえればなと思います。で、もしね、この動画が評判良かったら、昔の少女漫画とかを取り上げてちょっとまたおすすめ動画を作りたいなっていうふうに思ってるところですね。まあそんな感じで今回終わりにします。まあちょっと内容がねふわっとしたんで申し訳ないんですけど、まあなんかたまにはそういうなんか漫画とか読んでみるのも面白いんじゃないかなというふうに思います。で、いつもお願いしてるんですけど、概要欄の方に SNS のアカウントが貼ってありますので、もしよろしければフォローしてください。あと、まあグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you.